どうもトレーナーの染谷俊樹です。今回は短期間で筋肉をつけるために今すぐやめるべきことを4つを話していきます。私は毎年ボディメイクのコンテストに出場していて、2021年はフィジークに挑戦して4位に入賞することができました。また茨城県でパーソナルジムを経営していて、年間1500本ほどトレーニングを指導しています。その経験をもとに筋肉をつけるためにやめるべきことについて解説していきます。この動画を見ることによって筋肉をつける際に陥ってしまいやすいミスがわかりますので、効率よく筋肉がつくようになるんじゃないのかなと思います。で、このチャンネルでは筋トレだったりとか減量の役立つ情報を発信していますので、もしこの動画が役に立ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速解説していきます。短期間で筋肉をつけるために今すぐやめるべきこと、一つ目は自重トレーニングです。自重トレーニングをやめてジムでフリーウェイトトレーニングをやることをお勧めします。理由は、自重トレーニングでは筋肉をつけるための原則である全身性過負荷の原則を満たすことができないからです。全身性過負荷の原則とは、少しずつ負荷を上げていき、筋肥大や筋力を向上させることで負荷が上がらなければ筋肥大も筋力の向上も起きないという考えのことです。例えば腕立て伏せですが、全く運動しない時であれば腕立て伏せを10回ほど行うことで筋肉痛が来ると思います。ですが1ヶ月間ぐらい毎日のように腕立て伏せをしていると、普通の腕立て伏せでは刺激が足らなくなって筋肉痛がどんどん来にくくなります。というのも、1ヶ月間毎日腕立て伏せをしたことによって、その人の体っていうのは腕立て伏せ自体に慣れてしまってストレスを感じなくなっているからです。この際に腕立て伏せの回数を10回、20回、30回っていう感じで増やしていくことも可能ですが、これだと筋肥大をさせるためのトレーニングではなくて筋持久力を高めるためのトレーニングになってしまうので、短期間で筋肉をつけるといった点では不適切と言えます。体に重りを乗せたりとか片腕でやったりっていうような感じで腕立て伏せの強度を高めることも可能ですが、それでもフリーウェイトトレーニングの方が簡単に負荷を高めることができるので、短期間で筋肉をしっかりつけたいのであれば自重トレーニングではなくてフリーウェイトトレーニングがおすすめです。ではどんな感じでフリーウェイトトレーニングをすればいいのかですが、筋トレ初心者の人はジムに行った時は全身もしくは上半身下半身っていう感じで分割をして、週に 2,3 回ぐらいですねトレーニングができると効率よく筋肉をつけることができると思います。初心者の頃は筋肉を効率よく追い込むっていうことは難しいと思いますので、部位を腕とか胸とか肩って感じで細かく分割するんではなくて、全身もしくは上半身下半身ぐらいの2分割ぐらいでトレーニングすることをお勧めします。毎日トレーニングやってしまうと筋肉痛が残っている状態でのトレーニングになってしまうので、だいたい筋肉っていうのは大きい筋肉でも3日間ぐらいで回復すると言われているので、そのため、全身だったりとか上半身下半身っていった感じで分化するときは週に2回から3回のトレーニング頻度をお勧めします。で、トレーニングの回数セット数については10回3セットっていうのを基本として、10回できるようになったら次のトレーニングから少しずつ負荷を伸ばすようにしていきましょう。で、この10回3セットっていうのは、1セット目に限界10回ができた場合っていうのは、2セット目は確実に10回できなくなってしまうので、その場合は10回に達しなくても OK なので、例えばベンチプレスを1セット目は10回、で同じ重量で2セット目は8回だった場合っていうのは、3セット目はもう確実に10回上げることができないので、その場合は少し重さを軽くして10回行うような感じでセットを組んでみてください。で、せっかくジムに行ってるのにもかかわらずずっと同じ重量でトレーニングをしていると、結果的に全身性過負荷の原則を満たすことができないので筋肉がつきにくくなってしまうのでご注意ください。まとめると、自重トレーニングでも工夫をすれば筋肉をつけることっていうのは可能なんですけれども、短期間だったりとか効率の良さっていうのを考えるとジムでのフリーウェイトトレーニングがおすすめです。次に、短期間で筋肉をつけるために今すぐやめるべきこと、2つ目は摂取カロリー不足です。効率よく筋肉をつけるためには摂取カロリーが消費カロリーよりも高い状態っていうのが必須条件になるからです。筋肉は筋トレすることだけでつくんではなくて、筋トレプラス回復ですね、栄養を取って回復させることによって筋肉っていうのはついていきます。摂取カロリーが不足している状態っていうのは栄養不足の状態になってしまうので、筋トレによるダメージがなかなか回復しにくくなります。そうなると結果的に筋肉が減ってしまう可能性も出てきてしまいます。ですので、減量をしながら筋肉をつけていくっていうのはかなり難しいので、初心者の方はやらないようにしましょう。体脂肪を落とすためには消費カロリーが摂取カロリーよりも多い状態っていうのを作って、体型を維持するためには消費カロリーと摂取カロリーがイコールの状態を作ります。そして筋肉を増やすためには消費カロリーよりも摂取カロリーが多い状態を作ります。
こちらが基本です。筋肉をつけるための摂取カロリーっていうのは体重維持カロリープラス100から300キロカロリーっていうのをおすすめします。体重維持カロリーっていうのはその摂取カロリーを取っていれば体重が減りも増えもしないカロリーのことを言います。体重維持カロリーは基礎代謝かける活動量で求めることができます。活動量っていうのはその人の運動量によって 1.2 から 1.8 と数値は変わりますので、基本的には平均値である 1.5 で計算してもらえれば OK です。そのため基礎代謝がもし1500キロカロリーの人っていうのは体重維持カロリーっていうのはだいたい2250キロカロリーになります。そのため筋肉をつけたいと考えている基礎代謝が1500キロカロリーの人っていうのはどんなに少なくとも2250キロカロリー以上を摂取カロリーを取らなければ筋肉がかなり増えにくい状態になります。でこの体型維持カロリーに100から300キロカロリー余計に摂取カロリーを取ることによって体にエネルギーが余っている状態ができて効率よく筋肉がつくようになります。でここまで計算をすることができてさらに筋肉を効率よくつけたいっていう人はタンパク質を体重 ×2g 取るようにしてみてください。できる限り短期間で筋肉をつけてかっこいい体を作っていくためには減量しながら無理に筋肉をつけていこうとするのではなくて筋肉をつける期間と体脂肪を落とす期間っていうのを明確に分けてボディメイクをするようにしましょう。次に短期間で筋肉をつけるために今すぐやめるべきこと、3つ目は糖質制限です。先ほど説明した摂取カロリー不足と通じる内容になります。糖質制限をすると摂取カロリーが不足しやすくなるため糖質制限はやめた方がいいという点だけではなくて糖質は筋トレの時の主なエネルギー源になるため筋肉を効率よくつけたいのであれば糖質制限はやめましょう。運動には強度や時間によって使われるエネルギーが変わってきます。運動時間が短くで強度が高いものっていうのはクレアチンリン酸というものが使われて運動時間が長くて強度が低いっていうものは脂質がエネルギーとして使われます。そして運動時間がだいたい1分前後で強度が高強度からやや低いものっていうのは糖質が主なエネルギー源になります。で筋トレっていうのはだいたい1セット30秒から60秒間ぐらいの運動になるため糖質が主なエネルギー源になります。筋肉をつけるためにトレーニングをしているにもかかわらずエネルギーになる糖質を制限していると思うようにパワーが発揮できず筋肉に負荷を与えることができないため筋肉がつきにくくなります。また糖質を摂取することによって出る血糖値を下げるホルモンであるインスリンは筋肉に栄養を供給する役割を担っているため筋肉を効率よくつけたいのであればこのインスリンを適度に出すことが大切になってきます。ですのでそういった面からも糖質制限はやめて糖質を取りながらトレーニングを行うようにしましょう。最後に短期間で筋肉をつけるために今すぐやめるべきこと4つ目は見栄を張ったトレーニングです。見栄を張ったトレーニングとは正しいフォームを保てない重量で無理やりトレーニングを行うことを意味します。昔の私もそうでしたが特にベンチプレスに多いと思うんですけれども浅い可動域で無理なフォームで鍛えていても筋肉はつきにくいですし何よりも怪我につながりやすくなります。この可動域が浅くて高重量を扱うトレーニングっていうのも目的が神経を鍛えるためにトレーニングをしているのであれば OK かなと思うんですけれども特に目的がないにもかかわらず毎回浅い可動域で無理な重量でトレーニングを行うっていうのはやめた方がいいんじゃないのかなと思っています。筋トレする際に最も大切なのは対象の筋肉に効かせることです。でこの感覚っていうのは正しいフォームでトレーニングを繰り返し行うことによって養うことができます。ですので無理に重い重量で可動域が浅くなってしまうのであればしっかり重量っていうのを落としてあげて正しい可動域でトレーニングを行うようにしましょう。短期間で筋肉をつけたいのであればトレーニングをする際に目的を持つことが大切です。トレーニングには POF 法というものがあります。 POF 法とは動作の中盤、筋肉の伸展時、伸ばした時ですね。そして筋肉の収縮時、この異なるタイミングで最も負荷がかかる種目を組み合わせたトレーニング方法のことをPOF 法と言います。で、種目は3つに分けることができて、ミッドレンジ種目、ストレッチ種目、コントラクト種目とあります。で、胸トレで分けると、ミッドレンジ種目がベンチプレス、ストレッチ種目がダンベルフライ、コントラクト種目がケーブルクロスオーバーっていうような感じです。例えば、ミッドレンジ種目であるベンチプレスであれば、重量を伸ばしていくことを目的とします。そして、ストレッチ種目であるダンベルフライであれば、大胸筋がしっかり伸びているっていうことを目的とします。そして、コントラクト種目であるケーブルクロスオーバーであれば、しっかり筋肉が最大限収縮しているっていうことを
目的とします、まあ、このように目的意識を持ってトレーニングすることによって効率よく筋肉っていうのをつけることができます。で、昔の私もそうだったんですけれども、ただこなしているだけのトレーニングだと筋肉は思ったよりも成長しなくなります。ベンチプレスとかは皆さんね、重量伸ばすっていうような意識はあると思うんですけれども、例えばダンベルフライだったらしっかり対象の筋肉を伸ばすとか、無理に重くしてって可動域がどんどん狭くなってしまうっていうのはストレッチ種目の目的を達成できてないと思いますし、例えばケーブルクロスオーバーでもそうで、本来であれば収縮しきることが大切なんですけれども、こちらも重量を無理に追っていくことによって可動域がどんどん狭くなってしまって、本来であれば一番伸ばしたところで負荷がかかるにもかかわらず、そこを逃してしまっていることっていうのが結構多かったりしますので、トレーニングっていうのは一つ一つの種目に目的意識を持って行うようにしてみてください。で、今回説明したこの4つを守ってトレーニングすることによって、まあ、筋肉っていうのはつきやすくなるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。